撮影楽しかった。いろんな衣装も着れたし大満足だよ。あら、なんだかあっちの通りが賑やかね。お客さんもたくさん。何かのイベントかな。パンフレットによると盾体験をしているようですわ。お侍さんの格好をしたスタッフの方が来園者に盾を教えてくれるそうです。本当？教えてもらいたい。ここでプロの人から盾を学んで実際のステージに生かさなきゃ。私もやりたい。では大勢で参加しては他の方たちにも悪いですし、私たちはここで見ていますわ。お二人とも頑張ってくださいね。へえ、刀って帯に刺してるんだ。紐とかで結んでるのかと思ってたよ。このお侍さんの衣装かっこいい。本物のお侍さんに盾を教えてもらうみたいでワクワクするね。そうだね。刀を抜くときは鐔に親指をかけて、刀を横に倒してから親指で押して抜くっと。おお、カナンちゃんかっこいい。よし、私もそれ。よう上手だね。本物のお侍さんみたい。ありがとう。型は大きく分けると4つ。真っ向切り、胴切り、袈裟切り、切り上げか。どれもかっこいい。型も教えてもらったことだし、ここからが本番だね。それじゃあ行くよ。えい。みんなお待たせ。盾体験すっごく勉強になったよ。ワンダフル。二人の盾最高にクールだったわ。ようちゃんもかなちゃんもすっごくかっこよかったずら。後でマルにも教えてね。ルビーたちだけじゃなくて周りのお客さんたちもみんな盛り上がってたよ。え、さすがヨハネのリトルデーモン様になっていたわ。ありがとう。でもまだまだだよ。教えてもらったことをもっと練習して、幼稚園ライブではアクションも盾も完璧にしなかっちゃ。うん、そうだ、そろそろ広場でお侍さんのステージショーが始まるよ。見に行こうよ。ステージショー本当に面白かったね。小さい子たちもすっごく盛り上がってた。演出も勉強になったね。小さな動きでも演出の効果であんなに迫力が出せるなんて知らなかった。キレのある動きもさすがだったね。私たちも練習してあんな風にかっこよく見せられる。